チャンネル。ジョッ。こんにちは。さあ、サッカー、野球など、うん、なぜ暴力事件などいろんな問題が起きてなくならないのかっていうね。うん、よくね、うん、野球部はとか野球はって言いますけど、うん、サッカーもあんだよっていうね。はい、そうですね。まあ、最近本当に話題になりましたからね。そう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 。うん、結局ね、どこもあんのよ、うん、この問題っていうのは。はい、なぜなくならないのかっていう。なんでなくならないのか。でもで、はい、だいたいそれに対してコメントしてる人も、なんでそのコメントが簡単にできるのかっていう、え、全然わからない。でも昔よりはなくなってきた方なんじゃないんですか。やっぱりこうご時世的にすごいちょっとしたことでもパワハラだとか言われる。もちろんもちろんもちろん、はい、それはまあ昔よりはなくなってきたと思いますけども、うん、なぜなくならないのか。はい、ちゃんとした明確な理由があるんですか。あるんだ。なんでなくならないのか、うん、やっぱみんなスポーツ部、うん、気持ちが熱いから、うん、こうなんかこうやっぱ熱い心を持ってスポーツしてるから、うん、まあそれもあるかもわかんないね。はい、でもね、うん、一番の要因は、はい、その行為問題起きるのって、はい、ほぼ団体競技じゃない。あ、そうですね。個人競技で、うん、あるかもわかんないよ、まあ、ある、あるかもわかんないけども、うん、そんなに出てこないじゃん。はい、体操とかね、うん、あったけどね、はい、空手とか柔道とかもね、いろいろありますけど、そう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 、どこまで本当かわかんないけども、うん、まああるけども、はい、基本団体競技の方が多いのよ、はい、うん、それなぜかっていう、はい、もう簡単な理由が一つだけある。レギュラー補欠があるから。あ、いいね。お、それも一つだね、はい、じゃあ二つだと。あ、本当、監督、うん、コーチを選べない、はい、あー、そっか。だからまあそのね、うん、進学する時とか、はい、その社会人行くとか、うん、ってなった時には、うん、まあまあ選べるけど、うん、その監督ずっと監督じゃないからね、はい、プロでもそうじゃん、はい、監督コーチ自分で選べないの。そうですね、勝手に来るから、はい、その人と人間だから、うん、合う合わないあるじゃんね、はい、会わなかっても、うん、その人辞めないからね。まあそうですね、うん、でしかも、うん、今これはもうちょっとまあいろんな方向から見たら問題あるから、うん、改善しなきゃいけないけどできるのか難しい問題だけど、はい、まあそのリトルとか少年野球とか、うん、もうシニアとか中学校とかもそうだし、うん、高校とかもそうなんだけど、移籍すると1年間対外試合公式戦出場停止なの、できない。そうなんですか。そう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 、はい、でそれなんでかっていうと、はい、まあ引き抜き防止っていう。ああ、でも、うん、合わなかったチームに、はい、もしくはこのチームにいても試合出れないとか、うん、指導が合わない、はい、人間関係うまくいかない、うん、で移籍しても、うん、公式戦1年間出場停止だ。そんなルールあるんですね。でもそれなのか、はい、引き抜きなのかって分かんないじゃん。はい、だった時に、うん、うまく育ってきても、はい、でもあのそんな実力あるか分かんないから地元のとこ入ろうと、うん、はい、でやってたらすごい成長して、はい、チームは弱いけど、うん、すごい成長して、はい、このままでこのチームじゃもったいないな、うん、そこにあるところから、うん、うちの強豪校に来ませんか、はい、いいんですかって引き抜かれたら、うん、ちょ問題ある、ね、うん、そうですね、でそのチームがお互いしていろんなところからチーム選手ばっかり引き抜いてきて、はい、チーム作り上げても、うん、まあ、それはそれで問題あるじゃんね、はい、だこれは問題は難しいんだけど、うん、まあ、でもどっちかは分かんないじゃん、うん、そうですね、理由がね、はい、だから、うん、これがあるのも、うん、移籍できないのもまあ問題なのよ。だからもし、うん、2年生の春に移籍したら、はい、最後甲子園出れるのは3年の夏しかないから、あ、だから2年夏2年春は出れないから、はい、へー、で彼に2年夏終わって移籍したらもう何も出れない、はい、そうなんだ。でもこれ移籍問題は難しいね、はい、やっぱ引き抜き防止ごもっとも、はい、合わないごもっとも、うん、どうしますか、うん、折衷はなくない。そうですね、うん、こういうのに対して全員じゃないよ、うん、はい、全員じゃないけどこういうの問題に対して否定的なとか意見を出している人たちって、はい、大体個人競技の人多いよ。へえ、そうなんですね。それなんでかっていうと、
はい、個人競技は個人だから、うん、監督コーチ、うん、自分で選べる。あ、でももし部活だったら選べないんじゃないですか。でも部活を辞めてその人のなんちゅうのやってる柔道教室とか、はい、水泳教室とか、あ、そっか、別に行ったっていいわけ。個人競技だったらそれで個人大会出られるのか、うん、個人でエントリーできるから、はい、その全国なんとかかんとか高校別とかだったら出れないかもわかんないけども、はい、そのオープンな試合だったら、はい、別に部活じゃなくても出れるじゃんね、うん、エントリーできるから。なんかもう必ずしも入んないといけないわけではないですね、うん、だからなんか全中とか、はい、なんかインターハイとかはどうなのか、うん、だから席だけ置いてれば出れるのかもわかんないけど、はい、個人戦だったら全然出られるわけですもんね、うんうんうん、あ、確かにそうですね。でも団体は出れないからね、はい、だから個人競技はやっぱ自分でそのスクールとか教室とか先生とかを選んで、でそれを変えても1年間出場停止になったりしないじゃん。そうですね。だからよくさ、はい、今までこの先生だったけど、うん、今年からこの先生に教わってますとか、指導者変えることありますよね、とか結構ね、そのオリンピック選手でも結構聞くじゃんね、はい、だからそういうのが選手側が主導になって自分で決めれるのよ、うん、個人競技は、はい、だから問題起きにくいね。そうですね。よっぽどそのナショナルチームの、うん、とかの権力持ってる人で、はい、その人に逆らったら代表になれないとか、うん、じゃない限り、はい、それは問題あるけど ね、 そ う、 ですね。そうじゃない限り、うん、多分そんなに言うほど問題抱えなくて済むと、はい、で全国探して個人競技で自分で選べるじゃん、はい、だそこの違いが大きいのよ、個人と団体って。だから個人競技の人は、うん、そんなんだったらやめたらいいのにとか、うん、そんな人ってそれは自分で選択肢あったらいいけど、うん、団体競技選択肢ないから、うん、全員か全員じゃないけどね、はい、だそこら辺は多分個人競技の人と団体競技の人で、うん、多分認識が違うのよ。だ俺とかだったら、うん、もう我慢するしかないで育ってきてるから、はい、うん、まあある程度仕方ないんちゃうって思う自分もいるのよ、はい、ダメやと思うけど、うんうん、俺らの時そんな言うほど今みたいに厳しくなかったから、はい、まああるよなって理解がある、理解があるわけよ、はい、うんうんうん、まあそうか、団体競技の人たちはだからまあ従わざるを得ないし、そうで、しかもそれに従わないと補欠になる可能性あるから、うん、はい、そうですね、うん、その補欠があるからね、うん、個人競技は大会にひょっとしたら出れないかもわかんないけど、はい、その大会の前の学校とかその部とかスクールの中で多分競技会して負けたから出れないだけじゃんね、はい、そこで勝ってたら多分出れると思うんだよ、うん、実力でちゃんと、そうそうそう、でしかも1対1とかタイムだから、うん、もう如実に成果が分かるわけじゃん、はい、でも団体競技ってサッカーとかだと上手いだけじゃもう試合出れないらしいのね、はい、監督に合うフォーメーションとかその役割をしっかりできる人が、うん、優先されるらしい。へー。で野球とかでも個の力って分かりづらいじゃん。まあそうですね、はい、ハンドボールでもこの前、うん、あのレミタンさんと一緒に出た時にハンドボールのことも聞いたんだけど、うん、その海外の2部リーグとか3部とかにいる選手の方が身体能力はめちゃくちゃ高いらしい、うん、でもその競技能がないらしくて、うん、そのフォーメーションとか統率とかを、はい、うまくできないらしいから、うん、優秀なチームに行けないらしい、はい、だからそういうので監督じゃん、はい、でそこ弾かれる可能性あるじゃん、そうですね、だから団体競技って指導者によって弾かれる可能性があるのよ、自分の能力以外のところで、うん、でも個人競技それ、まあ、あるかもしれないけど、うん、まあ、限りなくないじゃんね、うん、自分のポテンシャル出せれば、うんうん、そこら辺が難しいのよ、で移籍がダメなんでしょ、うん、そらきついよ、そうですね、うん、でも片方から見たら引き抜き禁止、まあそうやな、うん、そんなことされたらたまったもんじゃないしな、うん、でも片方の方から見たら、いやでも監督と合わないんでとか、うん、このままいてもずっと補欠なんで、うんうん、いやそれは移籍した方がいいよな、うん、で難しいじゃんね、まあそうですね、うん、この間取るってできんのかなっていう、うん、そしたら謹慎の方に触れちゃうよね、そうですね、うん、もこれがもし移籍が何かしらのこうなんか条件でできるとしたら、うんうん、指導者もいい選手に受けてほしくないから、うん、パワハラだったりそういうものっていうのもまあ減ってくると思うよ、そうですね、うんうん、で高校とかになると、うん、多分公立とかだと移籍できないじゃんね、学校変えるって難しくない、まあそうですね、私立だと、うん、ひょっとしたら理事長とか学長の判断で、はい、じゃあ入れるよみたいなことできるかもわかんないけど、うん、公立だと鳴門工業に通ってて、はい、ちょっと合わないんで鳴門高校に編入します、公立から公立って結構難しい、なかなか難しいじゃんね、はい、だからそこら辺も高校とか中学校とかだったらね、はい、まだ義務教育だから転校とか、はい、
っていうところがね、うん、できるかもわかんないけども、うん、私部活1年出られないんですもんね、うん、そうそうそう、うん、そうです。だからまあ生徒も我慢するしかないし、指導者のまあ圧倒的権力の中で部活をしないといけないっていうことになっちゃうわけですね、うん、何がゴールなんだろうね。じゃあそうですね、そういう問題減らすにはどうしたらいいか、うんうん、でも引き抜きがあるじゃん、引き抜きがあるから移籍 OK って簡単に言えないじゃんね。そうそう、移籍がもし OK であればその問題も減ってくるとは思う、思うんだよね、思うんですよ。でもその裏で引き抜きが横行するんだよね、はい、そうですね、うん、ちょっと最近多いから、じゃあちょっと支度金10万円でみたいな、うんうんうん、中学生買ってきたりとか、はい、小学生支度金、はい、うん、お父さんこれ支度金で、はい、子供は知らないところで、はい、もうありえない話でもないじゃんね。まあ、そうですね、うん、でそのチームが強くなったらそのチームもね、はい、評判上がるし、はい、だそこが難しいね。そっか、移籍ってできないのか。そうだよ、1年間出場停止。へえ、移籍したらね、まあ、できるけど1年停止なんですもんね。そうそうそう、うん、その引き抜き防止のために、はい、半年にしません。でも半年だと出れるのよ、はい、その年の大会、まあ、でも半年、あ、そっか、その年の大会が出られないのが1年なのか。そうそうそう、そっか。だから大げさに言えば夏の大会、はい、負けましたと、はい、あの予選で、うん、6月とかに、はい、で、うん、もうすぐに移籍したら、はい、7、8、9、10、1、2だから選抜で出れんのよ。あ、そっか、予選は出れないけど、はい、選抜で出れんのよ。そっか、そうしたらじゃあ半年経つと意味がないわけですね。そうそうそう、その学年の大会にまだ出れるからね。あ、そっか、だから難しいね、まあ、言うのは簡単だけどね、はい、いやでもこれあれじゃないですか、なぜそのまだ暴力とかバハとか、うん、残ってるのか。残ってるのかは、うん、もうそういうのがあるから、うん、はい、絶対服従だからね。ってことなんですよね、うん、でもそれをやめるのも言い切れないところがあるから、みんなで考えるしかないな。どうやったらなくしていけるのかっていう、うん、この移籍問題も含めて、はい、引き抜きがあるからね、はい、いやでももうこれはその指導者になる人たちが、うん、ちゃんと善良な心を持ってパワハラはダメだ、うん、でも最近よ、子供の方から、はい、指導者舐めて、まあ、何お前殴れるもんならお前殴ってみる。私そっちもあるかもしれないですね。そっちもあるからね、はい、で会から動画撮っといて、はい、であいつもムカつくな、うん、やめさせようぜ、じゃあちょっと挑発するから、うん、あ、撮っといてっつって、はい、言って、うん、何なんですか、あ、じゃあ殴れるもんなら殴ってくださいよっつって、うん、でそこだけカットして、はい、いきなり殴る出すところは撮って、うん、でそれ出して暴力ですって、うん、はい、その人は見てよっしゃみたいな、 SNS は拡散しますからね、でのみたいな人が出てくる世の中でもあるわけよ、うん、そうですね、全員とは言わないけどね、うん、そこも怖いよね。まあそうですね、まあ、そう、指導者が善良な心でやっても受けてる、うん、だってしかも全員レギュラーじゃないからね、やっぱ補欠の人にとったら、はい、でそのさっきも話したように、はい、上の人の価値観で補欠になってたら俺能力あるのに、うん、あいつが来たからレギュラー外されたよみたいな、うん、腹立つなみたいな、うん、やめさすかみたいな、はい、だから怖いね。だから、うん、だんだん、まあ、もちろん監督コーチの問題もあるけど、うん、はい、選手側の問題もあるじゃんね、うん、なくはないですね、うん、でもどっちが悪いってなると監督コーチが常に被害者になるじゃんね、はい、で選手側が加害者になった場合、うん、ほぼほぼニュースってしないんだよ。ああ、未成年だからっていう、そう、あと未来を奪うじゃん、はい、そう、だからそういうのが出てきにくいよね、うんうんうん、でも全部改善していかないと無理だね。でももう万人全員が善良な心を持つしかないです、うん、だから指導者もそれを受ける方も、はい、でもその中には補欠が必ず生まれるから、はい、全員が幸せにならないっていう不条理もあるのよ、はい、でも補欠の人は実力というか、まあ、もう本当に野球だったらもうその能力によって、うん、出られないとか、 なんかこう気に入られる気に入られないあるかもしれないですけど、うんうんうん、じゃあ4割打ってたら出られるじゃないですか。まあまあそうなんだね、はい、だからまあ頑張るしかないですよね。だからまあみんなで、うん、まあ何が起きたら誰かが悪いってなるけど、うん、みんなで改善していかないといけないから、はい、うん、ちょっとこれの問題はねこの2人じゃね、はい、ちょっと解決できないから、はい、皆さんこれを見てね、うん、コメントなんで、うん、皆さんの考えを見ながら聞きながら勉強しましょう、うんうん、そうですね、うん、まあ未来に向けてもみんなで考えていくべき問題ではあるんですね。あの感情だけのコメントはなしで、はい、どうするかっていうね、こういう対策をしていこう、うん、そう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 、うん、っていうのをね、はい、ぜひ皆さんで一緒に考えましょう。はい。